シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日の回は背徳ピストルズ使っていくってやつぜ。さあ、というわけで今回は情報修正された背徳ピストルズ使っていきたいと思うぜ。はい、ということでマジで嬉しい。いや、だってもう重心化してもあんまり日の目浴びてなかったからな。まあ、これでもほんと活躍してほしい。さあ、というわけでどう変わったのか。超マインスイーパー M が L になって、スアビリンバイタルキラーがつきました。リジェネがリジェネ M になって、爆撃が十字になった。もう格段に便利になってるよな。で、まあ友情コンボがそのスアビでバイタルキラーがついたことによって乗って威力が上がってきますよと。なんか公式の方で、まあ仕様的にそういうのできないって言ってたんだけども、スアビになんと今回やってきましたと。で、あの友情コンボのイメージがあるかもしれんけど、殴りこの人相当やばくて、超マインスイーパー、もともとやばいんだよな。超マインスイーパー L になったし、さらに、このバイタルキラーよ。で、底力 M、これ忘れかしたけど、このド M だから、めっちゃ火力出していけるんだよな。もう超マインスイーパー L だし、何回言ってんのと。でもこの底力 M が、リジェネ M になったことによって、また発動させづらいのよ。そこちょっと悔しいな、マジ。嬉しいのか、悔しいのか、ちょ、わからんけど、そこ、まあ、いいとか、そもそもリジェネ M がわからんけどな、意味がな。さあ、行くよ。これ、友情コンボ。このパワー！なあ、よー、最高。もう上にエアロスミスが出てるもん。いや、これはいいわ、本当に。十字だもんな。クロスちょっと頭おかしくなるんだけど、考えたら。これも、ちょ、ゲージ外して友情コンボだけ見ていく。はい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 、もう一層。一層。しかも、毒も結構強くて、まあ、それはまあ、情報修正関係ないからあれなんだけど、毒でも雑魚倒せるのいいよな。うん。で、ここどうしよう。ここも一発いけるかな、これ。おー！おー！見た！見た今！見た！すっごい時間差で飛んでったエアロスミス飛行機に当たって、最後プルプルプルって出たよな。あれがいいわ、本当に。いいか。おー。まあ、でもバイタルキラーがなくなると、爆撃入らねえな。さあ、殴り。はい、一瞬。やべえでしょ。そう。このピストルズって、殴りめちゃやばいのよ。底力 M とかついてるもんな。その分リジェネとかつけたんかなって、ゆっくり。ちょ、殴りと、まあ、ゆっくり。見ていこうか。ちょっとスイッチ的に友情コンボだけ見せれね。おお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 、最高。あとは天魔とかで適正くれ。天魔さんはさすがに厳しいもん、あれ、ひよこ。あ、待って、ちょっと2段階目さすがにたまらんから、これちょっとためれるとこ見せれるようにやり直してくるわ。たまったところな。はい、ということで、やっぱ底力も決めてSS をぶち当てたいんだけど、マジで、リジェネ M 回復しすぎ。今、いい感じに減らしたけど、これもすぐに回復すんのよ。こんな感じで。ちょっと調整しなきゃな。もし、OK！ これで、一発、ちょっと殴り見といて。すげえ入ると思うから。一旦上に行って、降りてきて、ボーン、行ってこーい。うん、オッケー。おい、ちょっと待って。ギリギリで友情コンボでバイタルキラー発動させなかったでしょ、これ。嘘。だから854万だから、バイタルキラーあったらワンパーいけてんじゃない、これ。ギリいけるかいけんかっていう、削っておけばいける。やり直す。ちょっと一応剣をね、一品持っちゃってんだよな。だから、あの雷神丸陽太郎を使わずにちょっと行くわ。オッケー。いいよ。で、削っとけばもうワンパンいけるんだけど、ちょっとまあ剣ありで許して。
え、これちょっとむずいな、これ。行こうか。行ってこーい。このパワー、おお。いや、待って、なんで一発目あれ、何、スイッチが早すぎて追いついてなかった。あれ一発目なんで威力出んかったんだ、あれ。え、ちょっと待って。でしかもその後すっげえ殴って地雷を消費したと思ったんだけど、どうやって倒した最後。え、ザコも全部倒して最後どうやって あいつボスワンパンしたんだ。これ最後に今ドって入ったもんな、ほぼ。え、ちょっと待って、ちょっと見てくるわ。どういうこと。はい、SS を使った。で、あ、これスイッチの前に殴ってあれだけ出してんだわ、これ。え、だから、でもなんで最後あれ行ったんだ。これ地雷使ってるよな。あ、そういうことか。綺麗に撮ってんだけど。あ、そういうことね。途中友情コンボとか入ってバイタル消えたから、まあ、剣持ってるからそれでね、バイタルあったという感じでよろしくお願いします。 OK。 はい、というわけで、友情コンボ軽く見ておくか。簡単めなクエストで、まあこれだったら、まあ、あ、う、いや、まあそう、1段階に走りながら運もあんまり意味ねえんだよな、これ。 OK、まあ、ということで、まあ1手ずつぐらいでラストまでパパッといけるかな。まあそういうイメージで友情コンボ出していこう。まあ、やっぱ十字だから本当に、前より全然変わってるよな。全体的に威力上げれるし、誘発もしやすくなったと。そこがいいよな。まあ、本当殴りも強いし、SS2 段階目3倍とかあったり。でもやっぱあと適正だよな、本当。オールアンチ持ってるから幅広く行こうと思っても意外といけねえ感じもあるし。とか、オールアンチ、そろそろブロックとか転送壁とか減速壁対応してくれんかな。まあ、そうするとちょっとやばいんだろうな。 OK、 さあ行きますか、ボス戦で。ここでフィンフィンだったっけ、トントン、ファンファン、フォンフォンかな、使って剣なんだっけ、あるけど。はい、オッケー。はい、次も、もうパパッとぶっ飛ばしていこう。どうしようこれ。これでいいか。ちょっと、忘れてくれ。忘れてください。なんなの。今マジ綺麗に避けたな。全く誘発させなかったぞ、あれ。ひどくない？とか、触れた本人もしなかったわよ、あれ。使うか、SS。行ってこーい！ OK。で、次、ラスト。ちょっと待って、このクエスト、ボス戦4回あったな。ちょっとめんどくさいやつ選んだな、これ。行ってこーい。はい、OK。ということで、まあ今後活躍してほしいかなと。うん、頑張ってくれ。というわけで、参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。いいから、そこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印が可愛い。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きってしかたねえ。